リニア工事でのボーリング調査をめぐる静岡県の対応について山梨県知事は不快感を示してきましたが、今日都内で行われた会議で静岡山梨の両知事が顔を合わせました。両知事は電話番号を交換し和解を強調しました。山梨県側で進むボーリング調査をめぐっては JR 東海が県境から300メートル以内の区間を慎重に掘り進めると説明していますが、静岡県は穴を掘り進めれば静岡の水が流れ出る可能性があると懸念を示しています。この問題について副知事時代にリニア問題を担当していた静岡市の難波市長は今日の会見で個人の見解としながらも山梨県境まで掘っても問題はないと話しました。私は個人的見解をはっきり申し上げますけども、ボーリングについては山梨県境まで掘ってもいいと思っています。300メートル前で止めるという議論については私は賛同をしておりません。このくらいの口径のものが300メートル先にあるときに、風呂の水の底をポンと抜いたときに300メートル先まで水を引っ張るということは考えられないですよね。したがって私はこのくらいのものであればここまで掘っても何も問題はないというのが私の考えです。これまで山梨県の長崎知事は山梨側の県境付近での調査を実施しないよう求めている静岡県の対応について苦言を呈してきました。こうした中、今日川勝知事と山梨県の長崎知事は都内で行われた関東地方知事会議で顔を合わせました。会議の前には川勝知事が長崎知事と笑顔で挨拶を交わし1分ほど談笑する姿も。リニア問題については何を話したのでしょうか。山梨県の行政権に、この干渉しているかのごとき印象を持たれたことを大変遺憾に思っておりまして、大変申し訳なかったとお詫びを申し上げまして、私もこの携帯を今日持ってきてまして、この携帯にですね、幸太郎さんの電話番号を入れまして、県庁にない場合でも連絡できるようにすると。お互いの携帯電話の番号を交換し和解を強調した川勝知事、さらに情報提供に遅れが出ないよう事務方同士のホットラインを設置することが決まったといいます。一方、山梨県の長崎知事はボーリング調査をめぐる議論について、こういう問題はですね、静岡だけで抱えているというよりはむしろその例えばその規制同盟会のようなところでもしっかりその共有しましょうと、川勝知事もそれはすごくいいアイデアだと、このリニアを進めていくためにはそれぞれの地域のいろんな懸念というものをですね、メンバー全員がその共有をして、で知恵を出し合う、一致団結して取り組むことが必要であって、そういう意味では今回のこの議論きっかけにですね、沿線自治体全体でですね、やっていこうという、これまでの、スタンスと全く変わりないわけで、わだかまりとかそういう話では一切ないです。今月31日にはリニア新幹線の早期建設を目指す規制同盟会の総会に川勝知事も出席する予定で、そこでの発言にも注目が集まりそうです。